今日はこんにちは。今日は寝起き15分ぐらい、寝起き15分ぐらいなんですけど、メイク配信をしようと思います。イエーイ。マジで起きて 2,3 ことしか走ってなかったので喉がすごい寝起き。あ、でも15分と言いましてもお肌はしました。もうなのでこっから眉毛をから始まり、私が図工をしていく姿を皆さんにお届けしようと思います。そう、もうメイクはお絵かきですから、メイクはお絵かき、そのお絵かきを代表するようなのを使います。これ眉毛はこれで使います。まあ図工のんびり配信って感じですね。眉毛を描いていきます。まあ、あるんですよ割と。私はね、眉毛を全部抜くとか したことがない世代なので、あるんですけど、そう、私は眉毛のちょっと足りない部分とか縁取っていい形にしていきます。まずは縁取り、すごいさ、こういうさメイク配信しよったらさ、なんか YouTuber さんになった気持ちになる。見るけんさ、メイク動画とか。なんかさ、いつもより上手にできる気がせん。なんか分からんけどさ、ここでメイクするの初めてなんや。言い みんな何してるの今。きっとさ、仕事の人もいっぱいおるだろうなと思いつつ、まあいいかと思って、まあメイクしようって思ったんですけど、今日夜も配信するんで、そう、寝てるって人と仕事してるって人と休憩って人と休みって人と楽しみって人と、さまざまな人が見受けられます。
はなんだか午後頑張れる気がする。え、嬉しい。セラピのファンクラブできたね。え、マジ？え、私のファンクラブってどこにある？私のファンクラブ、あれ、私のファンクラブ消えた？なんかさ、ファンクラブのさ写真、みんなさ白い服に花、ペンライトカラー、自分のペンライトカラーの花を持っとるやつじゃないですか。あれ私も撮ったんですよ。でしか、あれ確か3月ぐらいに撮ったんですよ、去年の。じゃけもうマジで1年前ぐらいの写真になる、私がファンクラブこのままやらなかったら。そう、え、マジでやりたいんだけど、あのさ、ファンクラブのさイベント、あれしたい、あれしたいのにさ始まりません、なかなか。だってもうさ、やっとる子はさ第2弾とかやってるよね、ファンクラブのイベント第2弾って。私もやりたいです。眉毛ができました。ちょっとリップ先にしよう、なんか一旦ね。一旦そしたら、え、どうしよう、最近ね、いろんなアイシャドウね、の日がある今日は何しようかな。お参りみたいに何回も手叩く。ピンク系か、ブラウン系にしよう使うな、これ。これの、これ。これのこれ。絶対学校の先生とかなれんと思う。今日はあの教科書の200何とかページのこの辺の行からやりますとか、全部アバウトになると思う。髪の毛がお化け毛だな。そう、あのね、アホ毛、私は本当にすごいアホ毛を持ってるんですよ。本当に本当にすごいアホ毛を持っているんですけど、いや、あのまとめ字してとどめてこようと思ったんですよ。でもまあこれもね、いっかと思って、皆さん特にこの画角というか角度見えるんじゃないですか、アホ毛が。
青毛ってすんごい見える。なんか青毛って一番需要のないものだと思う。なんかさ、寝起きとかはなんか本人からしたら嫌やけど、ファンの人からしたらちょっとなんかあレアだみたいな感じになるやん。でもさ、アホ毛ってさ、本人からしても別に良くないし、ファンの人からしてもあアホ毛見れたやったってならないじゃんね。需要がない。でも確かにどこかの層には刺さってるかもしれない。あ、間違えた。次はチークをします。チークどこに、チークもね、入れる場所はどこでしょう。下の方に、上か下か、うーん、下。今日は下の方にします。すごい、なんか今日のメイクさ結構いい感じかも。なのにさ、こっちで見たらさ、なんかあんまりいい感じに見えん。直接見てほしい。でもメイクしてる姿を直接見られるのはなんか緊張するかも。良いです良いです。次はラメ、ラメでキラキラにしていきます。でも誰か人をメイクしてみたいです。なんか人のメイクとかやったことないんですよ。私怖いけど、人のさ目元とか触るの緊張するけど、でもやってみたい。なんかさ、人には人の、それ人それぞれさ、自分に似合うメイクってをどんどん習得していくと思うんですよ、何年前で言ったら。で、私は自分に似合うメイクを知っとるけど、そのメイクを他の人にやったらどんな風になるか見てみたい。そう、誰に会いたいかな。なんかノアピとかにやってみたい。なんかノアピってあんまりメイク薄いイメージがある。そう、メイク時間いつも何分ぐらい？いつも2、30分。
ぎ目でやったら20分で終わるし、のんびりこういう時間に追われてない時は30分ぐらいかけてのんびりやります。でも今日はなんか もっとのんびりやれると思う。これさ、いつもやるんやけどさ、よく見たらすごいさ、変じゃないこれ。ここに書いて、ここに丸を書いてるの、これ。これをぼかしたらいい感じになるんですよ。ここのね、丸をねやったらね、ぼかしたら鼻がアップノーズみたいな、なんかツンみたいな、あのアップアップみたいな感じになる。そう、仕事の昼休憩お疲れ様です。今何時？55？ みんなさ、平均的な昼休憩って何時から何時なの？1時間ぐらい？なんか昼休憩というものをあんまりSTUHIって感じたことなくて、なんていうの、昼休憩1時間こっから昼休憩だみたいなさことがないけんさ、なんか一旦仕事場に行ったらリアルかんけん、昼休憩じゃけんちょっとそこまでランチへみたいなことが、まあレッスンの時はあるけど大抵そんなないけ、なんかちょっと昼休憩に憧れがあります。なんかさ、 OL の皆さんとかがさ、昼休憩にランチへみたいな、行ってきますみたいな、なんかあるじゃないですか、そういうの、おーってなる。皆さんもちょっとそこらまでランチへってします？みんな昼何食べるの？お弁当？コンビニ？何なの？何なの一体？カレーか中華？あ、昼っぽい。お弁当かコンビニ？いいね。え、お弁当？あ、食堂いいね。え、お弁当さあ作って行ったりする人いる？家化に成功したの？会社の家化に。それ家化できてるよ。え、パスタを茹でるってどういうこと？あ、ま、待って、まつげが入ったかもしれない。入ってませんでした。え、すごい。あ、入ってるかもしれない。え、どういうこと？
すいません、ちょっとパスタよりもまつげが目に入ったことの方が重大でした、私にとっては。失礼しました。まつげがさ、入った感覚がするのにさ、入ってない。パスタか適当に戻ったパスタか、いいね。会社でパスタ茹でれるなんて。私確かに食堂憧れますオフィスにキッチンがある。そう、料理推進会社、料理をしていきましょう会社ですね。こんにちは。クックパッドさんとか本格的なのありそう。いやでもクックパッドさん、なんか料理具材とか準備して説明してくださる方と、普通にあの配信をなんかいろいろやって、いろいろやってくださる方といるんだけど、なんかその料理あんまりお仕事場でやってない感じの人、その方でもちょっとこれどうやるか聞いたらめっちゃ分かりやすく教えてくださるんですよ。だから普段からもう料理してるみたいな感じで、すごいなと思います毎回。まあ確かにクックパッドさんに入るってなったらさ、めっちゃ重要っぽいよね、料理の腕。私がさ、もしさ STU やめてクックパッドさんやっとるっけんさ、ナッツライブさん、ちょっとは筋があるじゃないですか、筋というかあれよ、道があるけん、ちょっとお願いします、入れないですかねって言ったとしても絶対に入れなさそう。そう、そうですね、コネですね。コネでした。言いたかった。うちならなんとか。そう、あのね、なんかさ、ファンの人とさ話しよったら、いい会社のちょっと上の人とかもいるじゃないですか。いい会社のちょっと上の人とかもいるんですよ、やっぱり。とかお医者さんとか。だから私は最悪もうね、大人になってアイドルを卒業したとしても、その人たちにお願いしたらなんとかなるんじゃないかっていう甘い考えを持っています。
そう、お医者さんの人だったらそこのジムとか。そう、なんかなんとかなりそうじゃないですか。まあそんなことはないと思うんですけど。私はもう何、芸能のもう今アイドルを結構のゲス発言。失礼しました、失礼しました、本当冗談ですよ本当に。まあそう思ったことがあるっていう、そうだけです。私はアイドルをもう7年もやってるので、アイドル以外というか、この普通の毎日同じ時間に行って同じあの時間に帰るみたいな、定時みたいなお仕事、毎日同じ場所に行くみたいな、それがまあ普通じゃないですか割と。でも私は絶対にそういうお仕事はもうできないだろうなと思います。続かないなと思う。それは親にも言われます。じゃけなんかファンの方と話し寄って、なんかすごい今の会社に30年とか勤めてるって人とかもいて、それを聞くと本当にすごいなと、本当に尊敬します。マスカラは縦に塗るのがポイント。同じことするのが地方なんも向いてないだろうな。そうなんですよね、同じことするの多分向いてない今日は普通にライブとかじゃないので、まつげはそこまでギャンギャンにせずいきます。今日は私が一昨日ぐらいの配信で、今欲しいものがある、流行る前に買いたいって言ったもの言ったんですよ。見てた方いるかな。あれ昨日かいな。そう、ま、最近それを買いに行きます。でももうちょっと流行りだしてるかも。なんか一人有名な方がそれをあの載せてたんですよ。でうわマジかと思って、そう世界的に有名な
方が間違えしとったけん、そう私も早く買わなきゃと思って、なくなる前に。この中に持ってそうな人いる？もの？いや、持ってないと思います。持ってないと思います。そう、買ったら見せます。めっちゃ可愛い。私は見た瞬間に絶対に買うって決めたものです。みんなも絶対かわいいってなる、かわいいってなるようなもの。そう、そんなコーナーでメイクができてきました。今日のメイクは何点ですか？今日のメイクは普通ですね。普通でした。今日のメイクは普通ですね。確かに点数聞かれたね。70点というか、なんか何、最近メイクの方法あんま変わってないけ、変化がなくて。あ、でもいいかも、今日のリップいいかもしれません。やっぱり100点でした。これはキープミスト、買ってからずっとね、なんか毎回使うの忘れとってね、最近やっと覚えました。あの最後にキープミストするんだよっていうことを覚えた最近。前髪出したらね、一気にいい感じになる。なんか普段の私って感じ。ね、あ、ちほちゃんだ。そうだよ、やっとここで認識した人もいるぐらいだから。そう、やっぱり前髪はね、雰囲気変わります。そう、
髪の毛もやろっかな。アイロン持ってこようかな。アイロン持ってきます。ただいま。今日いるものはカレットカレット、うん、こんにちは。パチ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 。適当に巻いていきます。本当にね、巻くのストレートにするより巻く方がね楽なんですよね。まずこっちサイドを全部この巻きにして、こっちもこう巻いて、なんか寝癖がこの辺ないか。そしたら顔周りをこんな感じで巻きます。そしたら後ろら辺の毛束も一個取って、その辺も適当に巻きます。ヘアスタイルしてから着替えるんよね。あ、確かに確かに。まあいいか。いつもは逆です。そしたらもう完成。早くない？すめっちゃ楽じゃない？すごいよね。から前髪をします。
顔周りを。巻き方によって変わるけど、楽度はこの巻き方が一番早くできますね。早いよね。じゃけんさ、最近さ、ちょっと長いレッスンの時とかさ、早めに起きれたら巻いていったりする。ちょっと自分のねモチベーションを鏡見るから、レッスンの時ってドスッピンド寝癖で行くことがほとんどなんですけど、時間がある時はそう、たまに巻いていってますね最近。もう前髪も適当です。適当に熱を通して整える。あ、でも今日はすっごい前髪が言うこと聞きません。ここでやっとやっとみんなが気になって気になって仕方なかったアホ毛を撲滅します。すごくない？見て、ビフォーアフター。すごい、この世からアホ毛がなくなりました。え、全然違うわ、やっぱアホ毛があるのとないのとじゃ。なんかさ、いつもはさ、大きい鏡の前でやるけんさ、ちっちゃい鏡だとなんかよくわからんわ。やばい、前髪との壮絶な戦いが始まりそう。今日すごいね、うまくいきません。あ、ちょっと兆しが見えてきましたよ。私結構前髪ね、すぐいい感じになる派なんですけどね、普段。今日はなんか恥ずかしがってるのかもしれない。
なんか配信してるから前髪もびっくりして、いいんで寝か、恥ずかしがってなかったみたいいい感じにできました。できましたわよ。できました。もうここに空気清浄機、めっちゃデカデカ空気清浄機があるんですけど、ゴボゴボ言ってる。できました。ということで。本日は石田千穂の図工配信を見ていただきましてありがとうございました。じゃあランキングを読もうと思います。20位ロッサさん、19位ジムジムさん、18位ムムさん、17位イギータさん、16位タカヒロくんさん、15位ミックさん、14位アポロンさん、13位タイスケさん、12位トトミチさん、11位フークロさん、10位ハルジーコさん、9位エリオルマルさん、8位今仕事中ですが可愛いから壇上上がりますコーラさん、7位セクシーダニエルさん、ラッキーセブン。6位電化会さん、5位ユリアピースさん、4位釣り犬さん、3位辻田沙さん、スイスイ。2位東京のスワンさん、ツーツー。そしてそして第1位はヒュン西尾さん、イエーイイエ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 イ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。ということで配信来てくださった皆様ありがとうございました。皆さん午後もね、お仕事の方は頑張ってください。今日は夜も配信しようかなと思っているので、また夜会いましょう。あ、スクショタイムしよう。さっきもこのポーズした気がする。ということでありがとうございました。バイバーイ。